岡山の山田です。本日は中区の沢田にあるフレグランス77をご紹介します。モニターホン付きで防犯面もバッチリです。どうぞ。玄関横の靴箱はこんな感じです。ここにもスペースがあって使い勝手が良さそうです。次にこちらがお手洗いです。白い壁が清潔感があっていいですね。こちらがお風呂です。蓋もついてます。ここに洗濯機置き場があります。独立洗面台付きで女性の方にも嬉しい設備がついています。で、次はリビングにご案内します。実はこちらの部屋は 3DK の部屋を 1DK にリノベーションされているので、このリビングが21畳もあります。エアコンも1台付いてます。地面におしゃれなダウンライトがついています。テレビを置く用のおしゃれなロードマンとかもついています。こちらがキッチンです。こっちにガスコンロを置いて、こっちに洗い場があっても、ここにたっぷりスペースがあるので、まな板とかも置けそうです。収納があるので、洗い物とかを置くのに便利だと思います。収納もここに3つついています。キッチンに窓がついているので、湿気対策もバッチリです。寝室にはたっぷり収納がついています。ハンガーラックと棚がついているので何でも入りそうですね。広いです。で、こちらがモニターホンです。誰が来たか一目で分かるので安心ですね。で、こちらがベランダですね。たっぷりスペースがあります。閑静な住宅街です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。